はいどうも、青森県青森市生まれスンタロスです。今日はね、青森県民が日頃思っていることあるあるということでね、第4弾ということでやっていきましょう。早速いきましょう。すじこあんまり売ってない。わかる、青森県民ってなんでかわかんないけど、すじこめっちゃ食うよね。朝のご飯はバッツママさ、100個すじこ乗せて食べるんだよ。これがうまいんだよ。でもなんでかわかんないけど、すじこのおにぎりとかすじこご飯っていうのは外ではあんま出てこないよね。別に青森がすじこで有名なわけでもない気がするんだけども、そこはどうなんだろうか教えてください。皆さん、なまってるがもうなまってる、なまってる、刺さってるが本当に理解してもらえない。これはね、タグラバールあるだね。刺さってるってね、これなんでなんだろうね、通じないんだよね。例えばバスに乗っていました。ガダンガダン言いました、揺れました、わー、ドン、ボタンを押しました。あ、これボタンを刺さったからなんですよね。自分ではやるつもりがなかったんだけども、勝手にそうなってしまった。自分のせいではない、何かしらの力が働いてしまったせいでそうなったっていうこと。要するに自分のせいではないんですよっていうことを伝えるための言葉とは俺は思ってます。このペン蚊がさんない。なんで蚊がさんないのか。インクが切れたから俺のせいじゃないでしょ。なんでじゃあ持ってきたの。いや、持ってこささったんだよね。僕は何も悪くないよっていうアピールをするための言葉だと思ってるので、非常に便利なので皆さん使ってみてください。針が刺さっちゃった、でも自分では刺してない、恋ではない、それは針が刺さらさったって言いますからね。それも覚えてください。焼きそばバゴーンがない。バゴーン、バゴーンって北海道のやつだったっけな、わかんねえけど。でも青森県民がよく買うのはバゴーンだよね。だからさ、俺他県に出て焼きそばね、なんかよくわかんないけどいろいろあるけど買ったじゃん。あれ、こうやっていっぺ探して何探してるかって言ったら、わかめスープが入ってないんですよ。バゴーンはバゴーンのその焼きそば買ったらわかめスープが入ってんだよね。なんでこれ、俺ペヤングわかめスープ入ってねえどって。だって焼きそばとわかめスープってセットだと思って生きてきたから、わかめスープが入ってない焼きそばなんてって思ってたけどもね、うん、バゴンはわかめスープが入っててお得、そしてうまいので、県民の皆さんもね、売ってたら買って食ってみてくださいね。で、いなり寿司が甘くないし赤くない。おー、懐かしい気持ちになった今。いなりさんは青森だと赤いんだよね、真っ赤だった。俺もすっげー覚えてる。ばあちゃんにちっちゃい頃にお使いがされてさ、近所のね、惣菜屋さんみたいなところにチャリンコでワン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 つってさ、行ってさ、買いに行ったわけ。お稲荷さんくださいつって、こうでっけえ皿にさ、お稲荷さんボワーって乗ってんだけどさ、真っ赤で米が。米が真っ赤な、中の米こんな感じでね。これが普通だと思ってたし、甘いんだよね。こう甘くてジューシーなんだ。すっげえうめえ。色は黒いけど、なんで赤いのか俺もわかんない。理由はわかんないけども赤いんだよ。これが普通だったんだよ。もし青森に来て見つけれたらラッキーだと思って食ってみてください。あ、話通じてねえなって相手の反応でわかる。わかる、これすげえわかる。なんか急にテンション上がってなまってまったらそうなんだいね。俺もさ、一番最初大学してさ、初日が2日目ぐらいかな、友達で遊びに行って、その会話の流れさ、え、へばそのチャリガメでもあればいいじゃんって喋ったんだよね。そしたらなんか、あ、うんみたいな感じになって、あ、だ、なまってまったなってなったし、その後もさ、わぁ、ヘバどやしてエサ買えるべって言ったら、ん？みたいな顔されてさ、え？どうやって家に帰ろうって言っただけなんだけど、そんな笑う？みたいな。だからさ、ちょっとは気をつけなきゃいけないよね、最初はね。うん。徐々に徐々に徐々に使っていけば、相手も覚えてくるから、そういうもんだよ。徐々に徐々に徐々に出していけば、みんなに通じる。そう思って生きていこうぜ、青森県民。かますが通じない。かますはかき混ぜるってことでいいのかな、俺合ってっかな。かます、かます、かますでした。イギリストースト食いてえな。イギリストースト食いてえな、うめえやな。今たんねいろんなやつで重版でさ、イギリストーストも種類がすんごいし、イギリストーストって何かわかんない人に言いますけども、イギリストーストというのは食パンと食パンの間に甘くてジャリジャリした砂糖がバーンってなった最強にうまいパン。めっちゃお腹いっぱいになるし、めっちゃうまいし、安い。安いってのがいいよね。なんとかわかんないけどイギリストーストなんだよね。こういうね、イギリストーストフレンチトースト味みたいなね、もうどこのどこがどこの国ですかっていうようなね、やつもいっぱい出ててね、種類がいっぱいあって超うまい。これをね、ぜひともね、皆さん食ってほしい。青森に来たらイギリストーストを買って食ってみてね。まだ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 あるから、これからもどんどん続き見てってね。では、また次でお会いしましょう。バイバイ。